偵察からの報告じゃ、どうやら近くに顔なじみの軍勢がいるらしい。率いているのはリクソンさん、リンチオ、それに芝生さん。師匠殿が？あっと、喜ぶのはまだ早いですよ。向こうもこっちに気づいてるらしいんですが、なぜか臨戦態勢だそうで。あ、戦でも追っ始めようってか。連中どうしまったんだ。さて、近頃は妙なことばかりですからね。警戒しているだけかもしれませんが、まあ話ができりゃ何かわかるでしょう。とにかく行ってみましょう。まずはリクソンさんのところへ行ってみますか。あの個人なら話が通じそうだ。どうやらここは川中島じゃな。この風景を見るとわし血が騒いじゃるや。相手が剣心でなくて残念でしたね。誰か現れたぞ。ここに騙されるな。あらあら、うろたえ者があんなに遅い。言葉でしつけきれぬなら、どうしましょう。相手がその気ならば仕方ありません。逃げますか。火の鉄槌で目を覚ましてやりましょう。今度はあなたたちですか。すみませんが、容赦はしませんよ。開門をお願いします。仙人、攻撃を開始してください。逃げますか。行ったね。リクソンさんなら冷静に話せると思ったんだ。将兵らの士気も高まりましょう。執着至極に存ずる。行動必ず報じましょうぞ。さあ行けますか。俺と勝負だ。覚悟しろ。しまった。私としたことがまだ迷いがありましたか。飛ばせ。今こそ披露せん。液晶撃っちゃってんだぜ。いきますか。ロケル敵は任せます。私は捕らえた者たちに大敗を解かなくては。火が足りぬから惑うのだ。捕らえた者たちに火の何たるかを教えねば。残りは東だな。よし進め。地獄に存ずる。行きますか。良き者の不要。行きますか。行きますか。行きますか。
たこいつだ。あの砦には師匠殿がいる。私の話を聞いてくれればいいけど。行きますか。地獄に存ずる。良き者の不要。Hey!
すがにこの状況じゃ聞けねえ頼みだよな。師匠殿、なぜ私たちと戦うの？今ちょっといろいろあってな。悪いけどお前相手でも引けないんだ。ああやられた。やっぱりめんどくさいことになっちまったぜ。私の責任果たせたかしら。手荒な真似はしたくなかったんだが、落ち着いて話せる雰囲気じゃなかったんだね。立花は戦に敗れて命乞いなどせぬ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。お前らを煮ても焼いても馬がねえや。少しは落ち着きやがれ。皆様遅くなって申し訳ございません。どうか双方武器をお納めくださいませ。かぐや殿、それに神王殿、戦界の方までいらっしゃるとは。では本当にあなた方は味方なのですね。大変失礼いたしました。実は味方のふりをした将に何度も襲われた。そんなことが本当に。ここは神境という鏡の中だと思われます。その敵はおそらく鏡像でしょう。鏡像は鏡に映る本物の影、姿は同じでも心はうつろでございます。そして神境は戦界の鏡にございます。この中では時空を渡ることもできません。鏡像を操っているのはおそらく玉物前となれば、先にここへ来た皆が危険です。詳しいことはまたいずれ。今は二手に分かれ、急ぎ仲間を探しましょう。何が起こるか分からぬ世界でございます。どうか皆様お気をつけくださいませ。